みなさん、こんにちは。ブロガーなること、ビデオブロガーなるです。今日は2013年9月4日水曜日。そしてこのチャンネルは、ここ最近僕が気になっているニュースごとを皆さんに勝手に紹介していくものです。昨日皆さんにポスターとステッカーは好きですかっていうふうに質問したんですけど、結構好きな人が多くて良かったです。昨日のブログにも書いたんですけど、ポスターとかステッカーを作るのって僕一人じゃできないことなんですよ。まずデザインする人がいて、それを実際に形にする人。そういった人たちの協力で今回のポスターとステッカーが完成したんです。これってやっぱり人の縁だと僕は思うんですよ。今回のポスターとステッカーは特にそうなんですけど、なんかそういった形になったものをみんなで共有することができればいいなと思っています。じゃあ、アリさん具体的に何をするのっていうのはまだ決まっていないので、すいません。もうちょいお待ちください。とりあえず昨日のコメントを読んでて、ポスターとステッカーが好きな人が結構多かったので、それが純粋に嬉しくて、ちょっと皆さんに伝えたいなと思いました。皆さん本当にありがとうございます。ということで僕の話はここまでにしといて、早速今日のとりあえずジリティムで行きましょう。まず最初はカフェインに関する話なんですけど、コーヒーとかエナジードリンク。僕は最近コーヒーとかエナジードリンクを結構飲むんですけど、皆さんは飲みます？カフェインに関する記事ってネットでは結構多いんですよね。1日コーヒーは何杯までとか、夜寝る前のコーヒーはダメとか、これは良くてこれはダメで、まあこれはいいんじゃないか、まあこれぐらいだったら何が正しいんだ。ということで今回はカフェインにまつわる10個の事実を皆さんに紹介します。カフェインその1、アジア人はカフェインの代謝が遅い。ちなみにアジア人の男女を比べると女性の方がカフェインの代謝が早いそうです。あとタバコを吸っている人の方がタバコを吸っていない人に比べて2倍もカフェインの代謝が早いそうです。カフェインその2、深入りコーヒーはカフェインが少ない。これはコーヒー豆を入れる時にカフェインが飛んでしまうため、焙煎時間が長くなるとカフェインの量が減少してしまうっていうことです。カファインその3、カフェイン抜きのコーヒーにもカフェインは入っている。スタバとか行くとデカフェってあるじゃないですか。あれ別にカフェイン抜きという言葉ではないみたいです。レギュラーコーヒーの 15% に当たるカフェインがデカフェには含まれているそうです。ファインその4、カフェインの効き目は30分から1時間で始まる。ちなみにそこから体内のカフェインを半減するのには約5時間もかかります。さらに体内のカフェインを完全に代謝するのには最低約8時間もかかるそうです。だから夜寝る前飲んじゃいけないんですよね。リポビタンファインその5、アメリカ人がカフェインを1日あたりに摂取する量は 200mg。 これは 700g 分のカップコーヒーに当たります。まあ簡単に言うと飲みすぎってことですね。リポビタンでその6、カフェインを一番摂取している国はフィンランド。フィンランドの人たちは1日あたりカフェインを 400mg も摂取しているそうです。これはアメリカ人の2倍です。取りすぎです。ファイト一発その7、あとなんだろう。エナジードリンクはコーヒーよりカフェインが少ない。エナジードリンクはコーヒーに比べるとカフェインの量が 30% しか入っていないそうです。ただ砂糖はエナジードリンクの方が完全に多いです。ケイン小杉その8、カフェインを含む自然植物は60種類以上。まあとりあえず多いってことで。ショー小杉その9、お店によってコーヒーのカフェイン量がそれぞれ違う。アメリカのマックのコーヒーに含まれるカフェインの量は 9.1mg、 スターバックスは 20.6mg だそうです。倍以上ですね。小杉隆一その10、カフェインを含むもの。カフェインはチョコレートにも含まれているし、あとは医薬品にも含まれています。ということで以上がカフェインにまつわる10の真実でした。明日からいろんな人にドヤ顔で言ってみてください。ドヤ。次はバカッターファイルじゃなくて、 Facebook でバカなことをするバカブックファイルです。今日勝手に作りました。今回はバカブックファイルその1とその2です。まずバカブックファイルその1、バカブックファイルその1は以前バカッターファイルでも問題になった冷蔵庫に入る写真です。こちらです。ちなみに問題になった写真のお店は餃子の王将なんですけど、この人ね、社員なんですよ。もちろんこのお店は営業停止になって冷蔵庫にあった食材を全て破棄しました。さらに餃子の王将はこの人のせいで謝罪文を出しました。次のバカブックファイルは写真を皆さんに見せるととんでもないことになってしまうので、写真はお見せできません。とりあえず僕の口から説明すると、バカブックファイルその2の舞台はバカブックファイルその1と同じ餃子の王将です。餃子の王将で一体何があったのかというと、店内で客数人が全裸になって写真撮影をしたんです。問題の写真には厨房の人も写っているんですけど、その人たちは餃子の王将の人たちではありません。わざわざ厨房の制服を着て調理場に立って写真撮影をしていたそうです。写真撮影をした人たちは当日お店の責任者から許可を得たというふうに言っています。他のお客さんがいない早朝に撮影をしたみたいなんですけど、餃子の王将はこう言っています。店員は撮影を許してが裸になるとは想定していなかった。撮影を止めようとしてが止めることができず、制服も強引に着られてしまったと説明しています。写真撮影をしたうちの一人の男性によると、今月の2日に王将から抗議を受けて Facebook からその写真を削除。その男性よく許可を得たのに悪いように言われて困惑しているが、お騒がせしたことは申し訳ないと言っています。お店の許可を取った取らなかったっていうのはどうでもいいんですけど、そもそもそういう写真をネットに公開すること自体が今回の原因ですよね。ということで今日が初めてのバカブックファイルその1とその2でした。 Facebook は実名なので、こういうことをやったらすぐにバレてしまいます。そしてすぐにいろんなところに公開されてしまいます。
次は Facebook から Twitter に移るんですけど、最近よく話題になっているバカッター。バカブックファイルその1にもあったんですけど、冷蔵庫に入る、今これが問題になっていて、シャープがしたツイートが話題になっているんです。ご注意ください。ここ数日人間が入れる冷蔵庫のお問い合わせをいただけますが、弊社にはございません。ましてやそもそも入らないでくださいね。かなりバカッター騒動に対して皮肉ったツイートをしていますよね。シャープがバカッターのことを皮肉ったツイートとは別にあって、もう1枚皆さんに見せたい写真があるんですけど、こういう写真は OK だと思います。これ皆さんわかります？実際にはパトカーの上には乗っていません。小さいパトカーのおもちゃを使って遠近法を生かした写真です。こういうのですよね。こういうのがもっと増えるといいんですよ。本当にパトカーの上に乗ったりするのはもう犯罪レベルじゃないですか。これ写真を見る限りでは子供たちですからね。前の写真の人たちはもうちょっと年齢高かったですよね。なんかそれ比べるとね、なんか申し訳ないですけどね。ということで、もしこれから先 Twitter で何か面白いことをやりたいなって考えてる人は、こういう写真は OK です。ただ、前に皆さんに紹介したバカッターファイルの写真は NG です。今日最後皆さんに話しておきたいのはアップルのイベントです。やっとですよ、もう早くしてくれよっていう感じだったんですけども、最近 iPhone 5S と 5C の話ばっかりだったんですよ。というわけでアップルは9月の10日の火曜日、これはアメリカ時間です。この日にアップルはイベントを行うことを明らかにしました。今のところ iPhone 5S と iPhone 5C、あとは iOS 7が正式にリリースされるんじゃないかっていう話です。9月の10日にアップルがイベントを行うっていうことで、僕がその後一番気になっているのはドコモです。前からドコモは iPhone を出すっていう風に言ってるんで、もうここで白黒はっきりつけてほしいですよね。ということで、全ては9月の10日のアップルのイベントの後に明らかになるはずです。日本では毎回恒例の深夜の時間帯です。もうどうせだったら火曜日とかにするんじゃなくても週末にやってほしいですよね。そうすれば夜更かししても何の問題もないじゃないですか。あっちの人たちはいいですよね。うわーっていう風に盛り上がって、ただ日本だと盛り上がった後に仕事だ。もうちょっとね、こっちの事情も考えてほしいですよね。ということで、今日のとりあえずじじってみたは以上です。今日皆さんへの質問はこちらです。最近すごく問題になっている SNS の写真で、あなたはどこまでが OK で、どこからが NG ですか？僕が SNS の投稿で一番気をつけていることは、ネガティブな投稿は絶対にしないです。どうせいろんな人に知ってもらうんだったら、ポジティブな投稿の方が絶対絶対にいいと僕は思っています。ほんのちょっとでもネガティブの連鎖に入っちゃうと抜け出しづらいんですよね。僕の意見をまとめると、ポジティブな投稿は OK、 ネガティブな投稿は NG です。皆さんはどうですか？下にコメントを残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したニュースで、今日ではすべて下にリンク、もしくは僕のブログビロガーのあり日記に載せておきました。その他、今日僕が気になったニュースで、今日では僕のブログビロガーのあり日記だけに載せておきました。ということで、今日も最後まで僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。明日はエンタメウィーク用のビデオの日です。昨日も言ったんですけど、このトレードじじってみたはお休みです。そして金曜日はガジガジ、次の日の土曜日はめちゃくちゃいいビデオの日です。ということで、皆さん木金土の後はまた来週の月曜日にお会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。